どうも斉藤紳士でございます。さあというわけでですね、ちょっと今日は試しで映画紹介をやりたいと思うんですけれども、見なくていいです。はい。というのはですね、全く今日は見なくていいんです。ただ熱量だけでやってみようかなというふうに思うんですけれども、あ、そして長くはないです。はい。僕が好きな映画を紹介しようということで、Unext に加入してみました。はい、実はまだなんていうの、無料期間なんですけども、ダメだったらね、まあ契約を延長しないという感じなんです。まあ今延長しようかなの方にだいぶこう気持ちがね傾いているんですけども、まあ久しぶりにですね、見たい映画、真っ先に僕が調べたのがですね、刑事物語でございます。はい、知らないぞと、バカなのかお前は、なんだそれはっていう方がほとんどだと思います。刑事物語、あ、文学的になんか優れた作品ですかとか、刑事物語って言ってるんだからすごい大どんでん返しのサスペンスですか、全然違います。昭和のどんくさい話ですただ僕はこれが大好きなんだ。僕は小学校の時は、主にゴールデン洋画劇場とかでやったかな、よくやってたんです、テレビで刑事物語を。主演は武田鉄矢です。このバカチンガでおなじみの、武田鉄矢さん、すごく足の短い、方です。それからですね、すごく顔がでかい方ですよね、ですがこの武田鉄矢さんがですね、片山という名前の刑事をやってるわけですよ。で、日本の各地にこうもうどっかでは問題を起こし転々とするわけですよね。まあ、寅さんとちょっと近いかな、いろんなところに行くわけですよね。でもちろんあれはね、帰れる場所がありますけれども、下町のね、浅草にね、片山は別に帰る場所はないんです。いろんなところの地方の警察署に厄介になるんですというお話なんですよ。で、別に大した話はありません。そのすごいなんかすごい何かがあるとかじゃなくて、ただただ僕子供の頃から好きだった、だからはっきり言って僕以外の人は大して面白いと思わない作品だろうから今日は見なくていいと言ってるんです。はい。で、刑事物語ね、でもう残ってないですよ今。Unext で調べたら初めてですよ。他のとこには多分残ってない。Unext さんだけだ、残してるのは。しかも1はもうなかった。シリーズ5作やってるんですよ。5作とも内容一緒。土地が違うだけ。うん、本当そうなんですよ。で、1はなかった。でもね、1は多分田中邦衛さんでったのが1じゃないかなと思うんですけど、片山という刑事がその地方に行きます。例えば黒潮の歌だったら、あれは高知か、高知に行きますね、高知に赴任します。ほんならそこでもちろん事件があるんですけども、事件になるかならないか、まあ大概なる前にそこのある女性とかは大概好きになるんですよ。でなぜかね、両思いになるんですよ。あんなに足が短いのに。なぜか両思いがあって、で、両思いになるんですけども、その女性っていうのは必ず問題を何か抱えてるんです。それがもちろん事件にこう発展していくわけですよね。で、必ず最後、失恋をするんです。黒潮の歌でもそうです。ね、もうその、ね、お腹に子供を宿している女性を好きになってしまうわけですよ。で、旦那というか、まあそのね、お相手の人はもう刑務所に行ってもう戻ってこれないみたいな、ことになるわけです。ああそうですか、ね、でも、旦那さん本当はしてないんじゃないんですかみたいなね、ことを言ってなんとかこう助けようとする、ね、でももうなんか片山は好きになってしまって、もう2人は両思いみたいになってるから、子供が生まれた時用のそのお子サングッズみたいなのをぶわー買ってるわけですよ、ね、片山自分の金はたいて買うわけです。でもう2人の子供ということでこのバカチンガみたいなことを言うわけです。で必ずその敵と戦うシーンが出てくるんですけど、でもね鍛えてはるんですよ。片手でこう腕立て伏せとかするぐらい鍛えてるんですよ。そういうシーンも出てくるんですよ。でヌンチャクの代わりにハンガーを使う。これが子供心くすくった。僕はやってたんですよ子供の頃ハンガー。しかも木じゃないとダメ、プラスチックの安っぽいのでダメなんですよ。これじゃないっていうシーンがあるんですけど、木をよこせって言って、で木のハンガーが来た、ぷわーぐわー敵を倒す。なぜかハンガーで敵を倒していくんですよ。かっこいい、で最後解決したら結局その男性は戻ってくるわけですよ、無罪が無実が証明されたとかってバーッと帰ってくる。ほんなら結局は元さやに残る、ね、収まるわけですよ。ほんならもう片山は
じゃあ僕は帰りますって帰るわけですよ。で、例えば黒潮の歌だったらば、最後坂本龍馬の像の前に立ってですよ、龍馬さん、あなたは本当に偉かったんですねとか言うわけですよ。ほんなそこで、ええー、加減なやつじゃけっていうね、唇をかみしめてっていう、この吉田拓郎の歌が流れるわけです。ほっといてくれんさいっていう、かっこいい全然かっこいいと思わないでしょ。これ僕の美学なんですよ。なんでしょうね、結局最後は一人になる主人公みたいなかっこいいと思うんですよ。そのなんか俺はいいですよ、その唇をかみしめての歌詞もまさにそうなんですよ。ええ加減なやつじゃけほっといてくれんさい、あんたと一緒に泣きとうはありませんって始まるわけですよ。かっこいい歌詞で、まさにそんな感じなんですよ。恋はするんですいつも、でも最後失恋するんですよ。でまた一人に僕はなりました、ええ加減なやつじゃけ感動、毎回そのパターン、ツッコミどころ多いですよ。最後ラスト 5個目のやつなんてね、鈴木保奈美さん出るんですよ。若いね、可愛らしい鈴木保奈美さんが出るわけですよ。で最後あの夜行の普通の、まあ、電車、夜走る電車、それじゃあ寝てバカチンガーとか言いながらね、こう乗るわけですよ。で片山さん、片山さんとか言って言われてみたいな感じで、で、それは昼なんですけども、もう長いこと電車乗ってるから夜になるでしょ。夜になってパッと窓を見たら、窓に指で、あのよく曇りガラスとかに字書くじゃないですか、あの感じでありがとうって書いてるんですよ。いつ書いたんだこんなのみたいな感じですよ。でパッと見たらね、その電車のね車両全部にありがとうって書いてるいつ書いてん、書いたとしたら鈴木保奈美じゃなくてその電車の車掌かなんか書いとんねやろっていうツッコミどころありますけど、かっこいいんだ武田鉄矢が。あんな足短い人が、あんな顔でかい、二等身ですよね確かね、あの人鬼面組以来の二等身なんですけど、あんな人がですよ、かっこよく見えるんだ。素晴らしい映画でございます。Unext に加入してないと、おそらくレンタルビデオ屋とか行ったとて、まあレンタルビデオ屋自体がもうないですけども、今仮に行ったとてないと思いますけども、刑事物語、この男の美学みたいな、あの日も手の美学ですよね、というのが本当に、見れる素晴らしい、映画でございます。はい、もうテレビでも二度とできないと。なぜならね、おっぱい急に出たりとかするんですよ。その意味のないおっぱいが出たりするんです。あのよくあるでしょ、おいこいつがどうなってもいいのかとか言ってね、人質取るシーンとかで何の脈絡もなくでもおっぱい出てたりするんです。なんでなんでいるそれっていうね。だから今の時代だと、なぜそこで女性を脱がす必要があるんだ、意味がわからない。今ね、そういうのが問題になってますよね、そういう問題だらけの映画なんですけども、まあそういう時代もあったのは事実なんですよ、なのでね、刑事物語、むちゃくちゃなお話、ツッコミどころは多いんですけれども、ぜひね、日も手の男の美学というのを見たい方は、刑事物語見ていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。